屋なら誰にも折れないさ。大トロ、私は死んだはずだぞ。将軍家が我ら毛利家を頼ってこられました。毛利家は分をわきまえ、天下には関わらぬように遺言しておいたはずだが。ですが将軍追放などという信長の暴挙を許すわけには。何か問題でも？信長公は果断即決の人だ、すぐわかるさ。大殿、ほら、信長が羽柴秀吉率いる大軍を毛利討伐に動かしたとの知らせ、いかがいたしましょう？まだ判断するには早い。申し上げます。九州の立花家が我ら毛利打倒の軍を起こしました。挟み撃ちだと？いかがすれば？私は歴史家になりたかったんだ。もう一生分は働いたと思うんだが。元成様！織田家は後輩に上杉雑賀衆と強敵を抱えている。立花を使ってきたのは毛利とまともに戦う余裕がない現れさ。羽柴の動きはほぼ陽動と見ていい。近畿の豪族を先導すれば進行は完全に抑えられる。差し当たっては二正面作戦の具を避け、全力で立花を叩くべきだろうね。なるほど。安穏たる余生のため蘇ることにしますか。偉大の豪将として知られる毛利元就は、毛利を天下に有数の大大名に押し上げた後、病死を装い歴史の表舞台から姿を消した。時代は移り、魔王織田信長に京を追われ、将軍足利義昭が毛利を頼って落ちてきた。信長は直ちに毛利討伐を決めると、重臣羽柴秀吉の軍団を中国に差し向け、さらに九州立花家に毛利攻めを要請した。この危機に不本意ながら蘇った元就は、秀吉軍団の動きを陽動と断じると、総力を率いて立花軍の迎撃に向かった。やれやれ、また戦場に立つことになろうとはね。第1話、中国防衛戦。この戦、歴史に残るかな。瞬く間に優位を取られてしまった。よくかすれば、敵の目は北東の毛利本軍に向けられている。その隙に南を返すれば敵背後を取れるだろう。なるほど。将軍は一層退場していくとしよう。私は総大将。大殿が総大将ではないのです。死んだ人間が総大将になるわけにもいかないね。やれやれ、信長公を捕らえて私は戦場を歩いている。できれば信長公を折でも捕らえていたかったが、さてと、こっそり退場してもらう。なぜここに敵が？
き毛利なる決定を力攻めでも勝てよ。同じ勝つにも被害は最初へとどめたい。橋場殿の驚きは戦が長引いて困る。もうまずは防衛軍の決断、敵の圧力を突く。100万一心よー、 うまくいったね。こういう緻密な作業は見たことない。やれ、中央の防衛軍へと進めないようだ。かといって、あの場所で戦っては目立ちすぎる。ただ包囲するだけなど芸がない。何か策は。正面の森に伏兵を返すべく、今準備をして。敵に先手を取られたようだが。そのようだな。敵にも策士がいるらしい。敵の石膏か。おい、奴らを逃がすな。進め。大殿の前では立花など赤子同然ですね。敵がこちらを過小評価してるからね、騙しやすい。なるほど、そこは納得するところじゃないんだがね。やれやれ。来ればここでも気づかれないかな。進め。疑う間に現実を受け入れて行動すべきだったね。敗北。森を抜けるんだ、目立って。そんなに強い人たちには敵本陣まで目立たず騒がず近づかないとね。敵が押してきたか。今よ、敵に向かって進め。他の将から何かあったのか。動きも何か不自然さを感じる。かかったな。倒してきた敵を包囲せぬしよ。やはり罠か。大殿の読み手だ。100万一瞬。策を見破られていたのか。敵の焦りにつけ入るつもりが完全に読まれた。昔語りに聞く元成の戦を見ている。お見事。これくらいどうということもない。敵の焦りはまるで亡き元成公が蘇ったよ。元成公が生きていたら森を抜けて奇襲すぎる。警戒しすぎて損がない。調べて行くか。最後100万一心。いや、うまくいったね。案の定敵がいたか。直ちに迎撃する。こんなとこまで探しに来るなんて。敵将撃つより意識したかったな。立花の弟子だ。かの同席殿に優秀な100万一心。よー、うまくいったね。私の動きに気づくとはなかなかの戦術眼だよ。あなたはやはり元だ。
私が生きている会長者は嬉しい。なるほど、ドーセス殿が養子に欲しがるわけだ。さて、仕上げだ。いつの間に今度は俺たちの時、全軍敵本陣を目指して最後進め。お願いぞ。何人倒しても勝たなければ終わってください立花道節殿のような強敵のせいで、道節殿のこのありさま、貴様が元成、行くか。ならば父の宿敵、負けられぬ。お見事、一心。よう、まくいったね。これくらいどうということもないよ。大殿のお知恵なくして勝てぬ戦でございました。世が落ち着くまで何とぞ毛利をお導きくだされ。仕方ない、もう腹はくくったよ。太陽に勝利を感謝しよう。月でも
冗長だ。その上つまらぬ。歴史家となる夢は捨てよ。世のためだ。すみません、彼女正直なもので。可能性の目は積むものではなく伸ばすものだよ。さて結論から言うと、橘を潰す気はない。何故？殿下が一人で背負うには重すぎるからさ。折れるかい？これなら。なるほど、一本ならばたやすく折れる矢も三本集まれば。折れたぞ。すみません、彼女空気は読まない主義なので。らしいね。だが3本ならば折れるやも、10本なら100本ならさすがに折れなくなるんじゃないかな。ふん、心を一つにできるならば天下を支えるやは多いほどいいと。はあ、歴史を学んで思ったんだ。いずれ人は一人一人が自分自身という国の君主となり、百万一心となって天下を支える、そんな時代が来るんじゃないかってね。ですが信長公はあの英傑ならば天下を一人で支えきれる。うん、そうなんだ。でもね、信長公も永遠に生きているわけじゃない。そしてその後継者は信長公ほどの器量を持っていないと考えるのが妥当じゃないかな。冗長な物言いだが了解した。橘という矢は貴様と共にあろう。